日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス。福岡中がお祝いムードになった今年、こんなところにもおめでとうを見つけました。このホークス日本一号は、ホークスの日本一をお祝いするとともにですね、年内にはこれまでご利用いただいたお客様が30億人を達成する見込みになりましたので、お客様への感謝の気持ちをお伝えするために空港函館支店で運航しております。また天神南駅ですけども、こういった形でホームドアにステッカーを貼ってですね、七隈線の他の駅にもポスターを貼っております。福岡市地下鉄ホークス一色になっているんですね。そうですね、12月28日までホークス日本一号運行していますので、ぜひ皆さんお乗りください。はい、中村さん、今日はどうもありがとうございました。ホークスおめでとう。おかげさまでご利用30億人。